平野紫仕様、イムップの飛べ合流を祝福。髪を結んだスタイルにファン興奮、ドキドキが止まりません。日本の人気アイドルグループ、イムップのメンバーである平野仕様が、自身のインスタグラムを更新し、同グループが滝沢秀明氏が設立した新会社、飛べに合流したことを祝福しました。平野紫仕様は、19日に、これずっと載せるのを忘れてた。というキャプションと、 共に14日に行われたイムプへの飛べ合流が発表された生配信、トベッチョン d ゼロ0 3の写真4枚を投稿しました。その日、平野仕様はブルーのシャツが映える爽やかなコーディネートと髪を後ろで結んだヘアスタイルを披露しました。 彼の新しいスタイルに対し、ドキドキが止まりません。紫陽く君の髪ユインデルのスキー、紫陽く君が身につけているものすべてが素敵に輝いてます。心臓が口から飛び出てしまいます。という賞賛の声がファンから寄せられました。また、生配信前に平野潮が川に行って日焼けしたことを報告していたことから、手の甲を見てもどんだけ日焼けしたかわかる 手の甲だけ焼けているのは、なぜなぜ日焼けがかわいそうなくらい痛そうと心配するファンもいました。さらに、平野耀は神宮寺ゆ太との背中合わせのツーショットも公開しました。く君との仲良しショットも、ありがとう真ん中に私が座りたいぐらいく君と背中合わせているのかわいすぎるといった喜びの声が寄せられました。イムプロを、 佐藤真、紀春ュスケ、鈴木大河、影山拓也、松井壮、横原祐樹、椿し志我の7人組グループです。14日の生配信、東米チョン TNA-03 では、平野仕様を憧れの存在と公言している佐藤と平野のツーショットが実現し、話題となりました。平野仕様の髪型やファッションは常に注目を浴びています。 彼のセンスと魅力はファンの心をつかむために重要な要素となっています。彼の新しい髪型に対するファンの反応は熱狂的であり、ドキドキが止まりませんという言葉は彼の存在が彼らに与える興奮を表現しています。また、平野紫仕様の日焼けについての報告も注目されました。 ファンは彼の健康と安全を心配し、日焼けがかわいそうなくらい痛そうという声を寄せました。ファンは彼の活動や生活に興味を持ち、彼のインスタグラムを通じて彼の近況を知ることができます。さらに、神宮寺ゆうタとの背中合わせのツーショットもファンに喜びを与えました。ファンは彼らの中の良さを感じ、神君との仲良しショットもありがとう。 真ん中に私が座りたいぐらいといったコメントを残しました。平野紫耀と神宮寺勇太の友情はファンにとっても特別な存在です。イムプエの飛べ交流は平野紫耀自身が所属するグループとしての新たなスタートを意味します。この動きは彼らの音楽活動やエンターテイメント業界でのさらなる成長を示唆しています。 ファンは彼らの新たな挑戦に期待を寄せ、彼らを応援しています。平野紫用とイムプエの活動は多くの人々に夢と希望を与えています。彼らのパフォーマンスや魅力は世代を超えて多くの人々に影響を与えています。彼らの成功は努力と情熱の結晶であり、ファンとの絆を大切にしている証でもあります。 平野の仕様とイムプへの今後の活動に期待しましょう。彼らがさらなる成長を遂げ、魅力的なエンターテイメントを届けてくれることを願っています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。